今日は軽い話を一つしてみようかなと思います。生活の知恵というのは時々やっておりますが、これは私がですね、高名なお医者さんといいますか、経験が非常に深くて本当にこう立派なお医者さんにですね、時々お会いしたり、対談をしたりすることが、結構機会が多いもんです。そういう方の話をですね、なかなか聞く機会というのが多くの人にはないわけであります。でそういう人たちというのは本当にこう同じようなことを言われますね。なるほどと思うことを言われるので、それをお伝えするという意味で、生活の知恵というのをやっております。ですからここに書かれたことは、私が聞いて、なるほどなと思ったことだと、そんなことになるわけですね。今日は水を飲めば良いというもんじゃないという、当然とや当然のことをお話をしたいと思います。ちょっと軽いお話ですけど、最近水を飲めとこう言われることが多いわけですね。もともとペットボトルが流行しない前はですね、私の若い頃なんかは水を飲もうにも、水道がそこら辺にあるわけじゃないんで、喉が渇いたら水を飲むという、喉が渇いたら水道を探して水を飲むというその普通の状態でしたが、最近では喉が渇いてなくてもですね、飲まなきゃならないという恐怖心がありまして、ついついペットボトルに手が伸びるというような状態になりました。私もその一人であります。で、2リットル健康法って私よく知らないんですけど、この前お医者さんが2リットル健康法ってありましてねって言われたので、そんな話聞いたことあったなと思ったんですが、1日何が何でも水を2リットル飲まなきゃいけないっていうのがあるんですね。で、これはですね、もちろん病気の方で、体が水を必要としても喉が渇かないという特別な方は別なんですが、これは水が必要としたら喉が渇くってもう基本的な生物の機能ですから、普通はあるわけですね。でもし1日2リットルの水を取らなきゃならないとしますね。そうすると大体食事でですね、普通の食事に入っている日本食に入っている、水ってのは 0.8 リットルなんですね。すごく多いように思う人がいると思いますが、例えば大根なんてよく話がありますけど、大根っていうのは見かけなんかあれ固体なんですけど、実は水分が 97% とか、そういうものがすごく多いわけですね。炊いたご飯もそうなんですが、水分がものすごく多いわけです。ですから食事をとればそれに伴って食事の中の水は自然に入ってくる。それからお味噌汁とかスープっていうようなものもありますんで、あれももちろん水ですね。で0.8 リットル食物から取ると。取ってしまうということですね。そして3度の食事の時に大体はお茶を1杯飲むっていうのが感じが普通ですね。そうしますと 0.18 リットル ×3 ですから、大体 0.5 リットル強はですね、お茶とか水を飲むことになります。特にカレーライスなんか食べたら本当2杯ぐらい水飲んじゃいますからね。そうしますと合計 1.3 リットルということで、これは食事の時に3度の食事を取れば、それで大体 1.3 リットルは取るということですね。それから普通の状態の時におやつとか、仕事の一段落した時にコーヒーとかお茶をちょっと飲んでほっとするってことがありますんで、これを1日朝食と昼食の間、それから昼食と夕食の間、さらには夜、水かなんか一杯飲むと、寝しなにちょっと飲むってことがありますね。そうしますとそれで 0.5 リットル。これで大体合計 1.8 リットルになりまして、2リットル健康法っていうのはですね、大体これで足りるということですね。あと何かの時にコップ1杯の水で最後の 0.2 リットルが取ることができますから、大体およそいいっていうことですね。そこでもし意識してですね、自分はそういった他に、とにかく2リットルも飲まなきゃいけないから、せめて1日ペットボトル1本飲もうと、いうふうに思ったらですね、飲みすぎになってしまうということですね。私は喉が渇くタイプなんですよ。よく喋りますしね。そうすると水が口から体外に出ます。それから運動も結構する方なんで汗が出ます。だからこれでまた喉が渇くので水が飲むということで、感じとして 2.3 リットルぐらい飲んでるかなって気がするんですね。で、この人間の体っていうのは自分自身で必要な水を体内に溜めるってことは非常に大切ですね。血の濃さとか腎臓の活動だとかですね、細胞はほとんど水だらけですから、我々の体って言ってみれば水ぶくれみたいなもんですからね。それは基本中の基本なので、
まあ、喉が渇いてるのが一番我慢できないわけですよ。お腹が減ってる方が我慢できるんですね。お腹が減ってる時は体の中の脂肪とかそういうのを動員して何とかしのぐことができるんですけども、水だけはちょっとそれができないんですね。ですからまあ常に一定の浸透圧といいますか、まあ、そういった圧力を一定に保つようになってるわけですね。ですから健康で普通の人なら喉が渇いていないので水を飲まなきゃならないっていう強迫観念を持つのはですね、若干危険なんですね。これはまあその私が対談したお医者さんがよく言っておられました。それでもちろん過剰な水を摂取するってもちろん健康に悪いわけです。まあ普通には胃の消化系が薄まるとかですね、まあ、腎臓などに過度の負担をかけるとか、例えばですよ、そういうことはできませんが、もうおしっこにも行かないっていうようなことになるとですね、まあ、非常にそれは多くの負担をかけるわけですね。ですからまあ良心的で経験の深いお医者さんにお聞きすると、あまり極端に喉が渇かないようにした方が良いですよとかですね、それからお酒を飲んだ時にはおしっこが多く出るので少し水分を補給した方がいいですよと言われるぐらいで、何リットル飲みなさいなんてことは言いません。まあしかし私が思うとですね、お酒を飲むとしばらくしますと喉が渇きます。だからその時に自然に水を飲みますので、お酒を飲んでる時に脇に水を置いて飲んでる人はですね、大脳過剰支配ではないかというふうに少し心配してます。つまりお酒飲む時はお酒飲めばいいんで、その時に隣に水を置いとかなければ脱水になるってことありませんからね。だからまあおしっこが多くなってと喉が必ず渇いてきますよ。そしたらまあ水を飲めばいいっていうことですね。そういうことで、まあ水を飲もうと思って今度は辛いものとか甘いものを山ほど食べてですね、そうしますともちろん体の浸透圧下がってきますから、その浸透圧を上げようと思って、体は水を要求します。そうするとその人が必要な水よりか大量の水を、まあ、体の中に入れて浸透圧を調整しようとしますね。ですから例えばケーキを山ほど食べたり塩辛を山ほど食べて、もちろん喉が渇きますね。これは浸透圧が下がったからでありますが、それで過剰の水を摂取するというようなやり方をしている人もいるんですが、これはまあ本末転倒でですね、やらなくていいことをやるということになります。まああんまり極端に考えないでもらいたいと思うんですね。そのためにこの軽い話をここで書いたんですが、何事も人間というのはですね、自然に接していないから問題なんですね。ですからもちろん我々都市に住んでる人はもともと良くない環境にいるんです。そうしますとやっぱり大脳支配が強くなりまして、頭は自然より優れているというふうに考えてしまうわけですね。ここに間違いが起こるわけであります。ということで、できるだけ自然の感性を残しておくと、いうことが大切ではないかというふうに思います。まあ私常々そう思っておりましたが、この前非常に経験の深い、日本でも有数のお医者さんと、大きなホールで対談をしたときにですね、お医者さんの方からひょっとこの話が出てきまして、もっと詳しく説明されておりましたが、一番の基本はそこであります。したがって漢字としては喉が渇いたときに飲むと、だけどそれよりかちょっと余計に、美味しいお茶かなんかをですね少し取ると、いうふうな感じで、過ごすというのが最もいいんではないかと、そのように思うわけです。最近ちょっとパソコンとかマイクを少し変えましたもんですから、少し音の調整に少し時間をかけて少しずつやっていきたいと思っております。